茹でた枝豆。コーンもこれ生じゃないよね、茹でてあるよね。そうですね。そしてオニオンスライスかと思ったらね、うん、はい、こんにちは、沖縄最終日のお昼ご飯、どこ行くかと思ったら、ここどこ、サザンなのか、サザンビーチホテル、サザンビーチホテルで、はい、ランチバイキングなぜバイキング、朝もバイキングか、ご覧ください、これをなぜ沖縄来てズワイガニお前、カニのベテランだろなあ、うん、ああ、カニの味だね。ほんでさ、味の入ったすぐ後に60人の団体が来るからってさ、慌てて撮ったよおかげでこのあれ様なんこれ、うん、おいしいお腹空いてたからね、うん、ランチ難民になりかけてるとこだったね。なんか中華バイキングっぽいね、うん、沖縄らしいもんは一つもないよね。テビチがあったけどさ、あんまりテビチ食べへん。テビチぐらいあった、うん、おいしい、おいしい、うん、あ、よかった、意外とおいしい、まあ、恥ずかしい。だいたいプレート3つ使っとんの、1人で。だって60名のよさ、団体さん来たらさ、あれだけの食事はさ、全部さらわれるよ。もちろん、もちろんそれも見越して作ってると思うけど、だって大体がさ、最初入れないって言われたの。もういいよね。なんかチキンこれ。ものすごい人だね。あの大事人をスルーしないと。大事人終わった頃に大事人がやってくる。ほんでもう食べる分は確保したからさ。ゆっくり食べりゃいいのに、なんとなく慌てちゃってさ、慌ててるね。ほんで食いすぎるんだろ、慌てるから、うん、ダメダメだぜ。で、胃もたれするんだね、うん、大胃もたれ大会あ、ピラフも全く期待しなかったけど、うん、美味しい、美味しい。なんかローストポークだって、美味しそう。あ、プチコの美味しいとこもらえたね。うん。美味しい。柔らかい。本当。うん。白飯欲しいなと思ったけどさ、つい、ひよこ豆とトマトのカレーだって。え、カレーなのこれ？うん。カレーに見えない。うん、チリだと思った。うん、まあカレー。うん、塩辛いし。うん。それは美味しいけど。うん。ほうれん草のクリーム、うん、春巻き揚げたてだったらうまかった今。熱々だった。ナス、マンボナスだって
中華なんだね、要は、うん、全体的に中華ビッフェ、中華ビッフェ、ナス、麻婆ナス、スキム、うん、そうや、美味しい、出来たてやっとってんのね、うん、なんかあったかいことでも、うん、うん、うん、パリパリ、うん、おじやんかって言われるの、うん、ほとんど生野菜食べてないからさ、旅でで、生野菜食べとこうと思ったのに、すげえな、全部生の野菜じゃなかった、茹でた枝豆、コーンもこれ生じゃないよね、茹でてあるよね、 そうですね、そしてオニオンスライスかと思ったらね、うん、パパイヤだもん、野菜じゃねえ、そうなんだ、ポテトだったんだ、あれ、うん、私もオニオンスライスだと思ったね、オニオンスライスだと嬉しかったから、じゃあ生野菜食べようと思ったのにね、うん、パパイヤだ、なんだったっけ、ムーン、ソムだもん、青パパイヤのサラダ、ソムダムが思い出せんかったからさ、調べたわ。これなんだ。何それ、色からするとコーラ、分かった、うん、ティーソーダ、残念、まずい、ルートビア、まずい、好き、なんか白身魚、なんかこぼれたね、うん、やっぱ今日は中華をやってるから中華が美味しい、うん、島豆腐、うん、そして締めは茶そばだよ。沖縄そばじゃないの。沖縄そばないもん。うん。食べました。ごちそうさまでした。